ネゲブ砂漠の港の道と都市群あるいは港の道ネゲブ砂漠都市群はイスラエル南部のネゲブ砂漠にあるユネスコ世界遺産登録物件の一つである。紀元前2世紀頃から紀元3世紀頃にこの地に住んでいたナバター人たちは入港や物薬役といった港の交易で栄えていた。交易路はペトラ、ガザ、エーラートなどとネゲブの都市群を結ぶもので、この世界遺産は そうして公益を忍ばせる遺跡や道が織りなす文化的景観を登録したものである。主な登録対象には、春座、マムシと、アブダと、渋田の4つの都市遺跡と、6カ所の城塞、大正宿のほか、キャラバンが通った公益路の一部も含まれている。さらに公益路に打ち立てられた22カ所のマイルストーン群も対象になっている。この地域はキャラバンに提供する。 食料生産のために農業設備が整えられていたが、とりわけ砂漠地帯という地理的特質から灌漑設備に見るべきものがあり、それらの遺跡も世界遺産に含められている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。前者はフランス語登録名のわけ、後者は英語登録名のわけ。ありがとうございます。